改めまして、島根県の澤田です。私の方からはです、ね、クマ対策についてあの出没、出没対応の連携を中心にあの説明させていただきます。コロナ禍の中で,です、ねあの、現場の第一線で活躍されている皆さんには、非常にあらゆる面で、えー、制限がされていると思います。ただ、クマはです、ね、出没すれば、いかなる場合においてもあの対応していかないといけないと。 ようなことでですね、えー、まあ、その対応をどうしていくかというところを説明させていただきます。で、本日の内容なんですけど、月のワグマの基本的な生態、あと保護管理のポイント、えー、出没対応、えー、島根県の事例を若干踏まえながらですね、えー、説明をさせていただきます。 まずツキノワグマの基本的な生態なんですがクマの分布状況を見てみると日本にはですねクマは北海道にはヒグマ本州にはですツキノワグマ2種のクマが生息をしていますで九種はですね絶滅をしてるんですがこの分布を見てツキノワグマの分布を見ていただくとですね この青い部分が2004年に環境省が調査をした確認、熊の分布確認の地点になります。で、この赤い部分は2014年に日本熊ネットワークが環境省のこの青い部分を保管する形でどれだけ分布拡大をしているかという調査 をして、それを合わ,したあの合わしたものです。この赤い部分を見てもらうと、特にですね、この下北半島ですとか、私が所属しているですね、中国地方ですね、西中国地域個体群、東中国地域個体群がですね、分布拡大を、工場的な分布域を拡大をしているということが分かってもらえるかと思います。 で、えー、熊の基本的な生態なんですが、あ、まあ、白鳴、白母型っていうふうによく言われますが、朝型と夕暮れ、薄、ま、暗、あ、い時間帯をですね、中心に活発に行動しています。で、植物を中心とした雑食性になります。ただ、あ食肉、肉食ではないのかというご質問もあるんですけど、お 熊はです、ね、進化の過程で植物質を中心に進化をしてきたので、えー、たんですけど、えー、もともと食肉目に分類されているので、えー、例えば鹿とかイノシシの幼獣とかです、ね、弱ったそういう個体がいればあそういうチャンスがあれば、あのー、鹿やイノシシも捕食をしています。でまた食べ物へのです、ね、学習能力が高くて非常に執着するというのが特徴かと思います。 で12月から4月頃までは樹洞や土、岩などで越冬してこの間にメスは2頭の子供を産みます寿命はです、ね、20年程度と言われていますが島根県で,です、ね、これまで確認された最高齢はオスメスとも25歳の個体が確認されています。で繁殖率 についてはですね、えー、非常に低いです。でこれクマに、えー、小熊を連れた母カグマは強いというふうに記載してますけど、おまあ、これクマに限らずですね、えー、哺乳類はああてこうあの小熊を守るハカグマというかですねメスっていうのはですね、えー、必死になると思っています。で一般に考えられているよりも臆病でおとなしい性質です。まあ、牙をむき出してですね、えー、積極的に襲ってくるかと。 いうような感じではありません。しかし、えー、ばったり、えー、遭遇したりですね、えー、追い詰められるってしまうと、お相手をですね、えー、一撃して逃げてしまいます。なので、まあ、おとなしい性質、う穏やかにくら山の中では暮らしてるんですけど、えーまあ、ぬいぐるみの熊でもないですし、えーまあ、野生の熊なので、えー、そういうふうにですね、やっぱり人身事故が 起きてしまうというのでですね、熊の保護管理というのは非常に難しい部分があるかと思います。でえー、身体的な能力なんですけど、おまあ、オスは体重は60から150キロ、これは季節によって大きく変動していきます。でメスは40から80ですね、やっぱメスはオスより一回り小さいですで。体長は100から130センチ、体高は50から60と。 でえーまあ、ヒグマはです、ねえーまあ、ツキノワグマより一回りも二回りも大きいのでちょっと今日はツキノワグマを中心にお話ししますがあ、まあ、ヒグマはさらに大きいというイメージを持ってくださいで、えー、耳です、ね、聞く力はあよく聞こえます高温に敏感というふうに言われています。 でえー、視力ですね、えー、あまりよくないと、えー、色の識別はできませんし、えーまあ、人の影がです、ね、まあ、人がそこにいるというようなあぐらいな視力ですで、えー。嗅覚ですね、これはかなり優れていまして、えー、犬並み、犬以上とも言われています。でえー、噛む力、あ非常に、えー、強いです。 えー、アルミ缶ではなくてです、ね、普通のスチールの缶コーヒーの缶とかは、もう普通に噛みつぶしてしまいますで、えー。手には鋭い爪を持っていまして、これがクマにとって最大の武器になります、まあ爪を。鋭い爪があるので、木登りも上手ですし、泳ぐことも得意です。 でえーまあ、大きなあ体をしているので、ど、え、ん、ーまあ、くさそうには見えるんですけど、お足は非常に速くてです、ね、で100メートルを8秒で走るとも言われてます。えーまあ、100メ仮に100メートルを8秒にです、ねえー、走った場合に、えーまあ、時速で換算すると、まあ、45キロぐらいで、えー、走るのかなと思います。 でえー、月のワグマのです、ね、1年間のサイクルを見てみますと、まあ、先ほど、えっとまあ、冬眠する動物と申しましたで越冬から覚めるこの春です、ねえー、この春の部分はあのまず食わずの冬眠ですので、えー、体力を回復する時期になりますで、えーまあ、冬眠から覚めてです、ね、ブナやコナラなどの新芽 えー、笹や花うど吹きなどの草本を食べています。で、えー、小熊は一歳半頃までは母熊と一緒に生活をします。ですので、今年2月に生まれた熊はですね、もう1年一緒に穴に入ってですね、来年の春に親から離れていくという感じになります。 でえー、夏を見てもらうと5月から7月ぐらいというのはです、ね、繁殖の時期に、えー、なります、えー。繁殖時期ですので、えー、オスはです、ね、活発に、えー、動いていきます。ですのでこの春からです、ね、初夏というものはです、ねえーまあ、親離れした、えー、若いです、ね、1, 1歳から3歳の子体、えー、これから学習をしていくですね。学習 オス個体が活発に動くというので,すので、えー、出没というのがです、ねえー、多くなる時期です。1、まあ、つピークが来る時期になります。でえー、夏にはハチやアリなどのです、ね、社会性昆虫とかですね山桜クワナなどの実を食べています。でえー、秋に移ってです、ねえー、秋は冬眠に向けて栄養を蓄積していかないといけません。 コ、えー、なら水なら栗などですね、まあ、いわゆるどんぐりの実とかクマノミズキ、クロキなどですね,、えー、ですねそういう液化類木の実をですねたくさん食べています。でえーまあ、冬眠に向けてたくさん栄養をつけないといけないと。で、えー、メスはですねこの時に、えー、繁殖は5月から7月なんですけど受精卵はです,、ね、すぐ着床せずに、えー、秋に着床します。 なので、えーまあ、冬眠をしてですね、えー、子供を育てられるだけの栄養がついたということになれば、あ受精卵が着床して、えー、子供が生まれる。えーまあ、餌があまり食べれなくて、えー、子供が産んでまで育てられないという状況であればですね、受精卵が流れるというふうにですね、こういう着床遅延を持っているというのも特徴です。でえー 栄養を蓄積して、冬にはですね、何も食べずに穴の中でずっと冬をしのいでるということになります。で春にまた冬眠から明けるというような一年のサイクルになります。 で、えー、熊の行動を見てみると、行動圏はですね、非常に大きいです。えー、西国地域で、えー、調べてみると、オスの成獣でですね、だいたい40から70平方キロメートル。メースはちょっと小さくてですね、えー、から、えー、あ20から四十平方キロメートルぐらいにあ、30平方キロメートルぐらいになります。で、えー、縄張りを持っていません。えー 特定の縄張りを持っておらずですね、えーまあ、この赤いバッテンが餌場というふうに仮定するとですね複数の個体が同じ餌場を共有しているこういうイメージになります。 ねえー、まあ、夜行性と思われがちなんですが、あ森で暮らすクマはですね、えー、昼に動いてます。えー、ただあ、人里に降りてきて活動するときはですね、人との接触を避けるために、えー、やっぱり夜ですね、夜中にですね、行動が変わることがなります。でまあ、人里に降りてくるクマは、うんまあ、そこになぜ降りてくるかって考えると、やはりそこに引き寄せるものがある、まあ、餌があるということでですね、えーまあ、行動が大胆になる。 というふうに感じています。で、喧、え、嘩、ー、類などの餌資源が少ない年にはですね、餌を求めて、えーまあ、行動権があ倍以上になる。まあ、冬眠をして、えー、とにかく餌を貯めないといけないので、餌を探し回っていくうちにですね、えー、例えばあ集落に出てしまう、えー。誰も収穫しない柿の木がそこにある。それに執着してしまう。 いうふうにですね、えー、まあ、そういう負の連鎖がつながってですね、大量出没になることが多いです。で、えー、熊の農林作物被害金額を見てみると、まあ鹿伊の市等々全体の種種に比べればですね、非常に熊の農作物被害っていうのはですね、えー、割合的には少ないです。 で、えーまあ、2019年度のデータを用いてみますと、まあ、熊は3%、全体の3%ぐらいの割合を占めています。で、えー、熊の被害はですね、えー、個体数や密度に比例せずに、えー、有因物に執着した個体が、執着した特定の個体が被害を出すというふうに、えー、言われています。なので、熊がたくさんいるから熊の被害が、 増えてくるっていうようなあイメージではありませんまあ、実際の被害を見てみるとやはり養蜂,蜂蜜ですね、えー、クマにとっては大好物です、えー、まあ、何にも対策をしなければですね、えー、このような被害になりますちょっと今日被害対策の話はメインにはしないんですけどこれ一応電気柵が貼ってあるんですがこれ2段ですね2段なので熊にとってはですね、えー、やっぱり段数が少ない 結果でこのような被害に遭ってます。で、これ民家の柿ですね。この枝が折れてる部分が分かると思うんですが、こういう民家の敷地内に入って被害を出してしまう状況もあります。で、これクリエンですね。クリエンなので低樹洪に栽培してあります。木に登らずともですね、枝に手をかけてしまえば、 枝が折れてですね、えー、栗が容易に食べれてしまうと、まあ、こういう,う枝がう仕立てられてですね、何年もかけて、えー、この木を作られて、やっぱこういう主軸の枝が折れてしまうと、やっぱり非常に、えー、またこの収穫量が減ってくるので、えー、莫大な被害になってしまいます。で、えーまあ、餌が少ない年にはですね、えー、鶏などもですね、被害を てえー、まあ、これ、えー、畜産の濃厚飼料ですけど、えー、まあ、こういうですね、えー、家畜の被害もあります。まあ、こういう人工物ですね、えー、山で探すより、この濃厚飼料とか食べてしまうと、非常に個体が執着してしまう状況にあります。まあ、このようなあ、あとですね、えー、家庭から出た生ごみですね、えー、まあ、人間はゴミとして捨ててるんですけど、まあ今日、 結構強烈な匂いがするので、まあ、その匂いに誘われて、ですね、えー、生ごみ、えー、もですね、えー、適切に管理をしないと被害が出てしまいます。でえー、このようなあ被害の中、ですね、やはりクマを物理的に、えー、防ぐ、えー、ここから先は来ちゃいけませんよというふうにです、ね、防,ぐこと防ぐことを、えー、防げなければいない。いい なければいけない場合にはですね、えー、まあ、電気柵しかないというふうに考えています。まあ、例えば5メートル、6メートルのですね、コンクリートの壁をずっと張れば、えー、登ることができないので、えー、そこでも物理的には防げるんですけど、まあ、現実的ではないので、えー、やはり電気柵しかないと思います。まあ、イノシシとか鹿か、 対策で、えー、ワイヤーメッシュとか金網フェンスがされている地域もあると思うんですけど、熊、えー、は力も強いですし、えー、木登りも上手なので、ワイヤーメッシュ、金網フェンスは乗り越えてしまう。なので、物理的に防ぐためには、この電気柵ですね、適切に設置すると。で、熊、えー、の電気柵はですね、地上から20、20、20、20 3段で、えー、設置をしていく必要があります。まあ、これを適切に貼ればですね、非常に侵入防止効果が高い。 えー、電気柵は心理防止効果が高いですで、えー、これクリエンにですね、えー、夜な夜な毎日出てたクマで、えーまあ、電気柵を対策で貼、えー、った場合にですねここ電気柵が123段貼ってありますでこれクマが見えると思います今ですね1段目に触れて、えー、びっくりして逃げていったんですけど、まあ、このようにですね適切に 電気柵を張って、えーまあ、電流が流れていればです、ね、電圧が流れていればあクマを防ぐ侵入を防ぐことができますで、えーまあ、農林作物被害はです、ねえーまあ、割合全体の住所の割合的には非常に少ないというふうに、えー、説明したんですがあやはりクマはです、ね、人身被害を、えー、起こす動物です。えーまあ 昨年もですね、えーまあ、全国で熊の出没が、えー、報道されて皆さんの記憶にも新しいと思うんですけど、まあ、19年20年とですね、えーまあ、140以上とですね全国で非常に多くの方があ人身被害に、えー、遭われている現状があります、まあ、こういう人身被害ですとかあ、まあ、農林作物被害 当然、有害捕獲を実施をされているとで、えー、2016年度まではですね、えー、2010,12、14、16とですね、えーまあ、各年で、えーまあ、いわゆる大量出没が起きていたと、えーまあ、偶数年に、えー、出没が増えている。 えー、これでいくとですね、18、20とですね、えー、傾向が見えてくるんですけど16年以降ですね、えーまあ、ずっと高止まりしている、えー、特に10 2019、20年度というのはですね、全国で非常に多くのクマが捕獲されているという状況にあります。 で、えーまあ、こういう状況の中ですね、保護管理をどうしていかなければいけないのかという、ちょっと保護管理のポイントについて、えー、説明をさせてもらいます。で、えー、熊類の保護及び、えー、管理計画の状況なんですけど、えー、第1種保護計画、第2種管理計画、えー、を、まあ、熊がさまざま、各県でですね、 策定をされています。ざくっと線を引くとですね、えー、第2種管理計画ですね、えーまあ、個体数が多い、えー、東日本ですね、14, 14道府県で、えー、策定をされています。一方、第1種保護計画はですね、西日本ですね、個体数が少ない すべての個体群がですね、孤立分布している状況なので、西日本と東日本で、一種、二種が分かれるのかなと思います。どちらの計画も、人身事故の防止及び農林業被害の軽減、個体群の長期的にわたる安定的な維持を目標に定めています。これらの目標を達成するためにですね、 各地域に適したあ、まあ、特定計画の4本柱ですね、えー、被害管理、生息地管理、えー、個体群管理、普、え、及、ー、啓発、えー、これをおうまく運用していかないといけません。で、こ、えーまあ、今年はですね、多くの県で、えー、次期計画に、えー、向けて、ですね、えー、特定計画の改定年になろうかと思います。えーまあさ 近年のですね、失物状況を見てですね、まあ西日本においてもまあ状況は変わってくるのかなというふうに考えております。で、まあ保護管理を進めていくんですけど、多くの課題があやはり山積みしています。まあ分布域の拡大に人間活動周辺にですね、失物と、さらには地域住民と都市住民の意識が のずれというか違いも当然あります。で、えーまあ、繰り返す大量出没、錯誤崩落の増加あ、体制の整備、人材育成等々、いろんな地域でですね、えー、課題があ,あります。で、えーまあ、これ先ほどお見せしたんですけど、まあ、民家に非常に近いところで、えー、農作物被害等がですね、発生している状況。で、えー、これさらにはですね、えー、これ うん、窓を壊してですねクマが侵入している状況ですね、ここは高齢の、えー、女性の方が一人で住んでいるお宅でですね、えー、壊してクマが人家侵入をしていると、でえー、これ、屋根を、この裏に、えー、蜂の巣があったんですけど、屋根を壊して、えー、屋根裏に入ってしまう、でえー、これ、クマなんですけど、さらにはですねこれ洗面所。 状況もありますまあ、このような状況はですね地域住民にとって、えーまあ、まず共有できる範囲ではありません、えー、分布拡大やですね個体数の増加によって引き起こされる人と熊の圧力を、まあ、いかに防ぐかというですね、えー、非常に困難な課題に対して、えーまあ、皆さん、えー、私も含め関係者がですね 難しい舵取りを迫られる時期というかですね、ステージになったのではないかというふうに考えています。で、熊、えー、類の保護管理のポイントをちょっと整理してみますと、熊、まあの課題ですね、えーまあ、生息状況があ、まあ、非常に把握しにくいと、まあ、行動権も広いですし、えー 一体どこにどれだけいるかというですね、状況は非常に把握しにくいというのが課題にあるかと思います。また、出没時、被害発生時のですね、対策手段が非常に限られている部分。あと、地域住民と都市住民との考えの差が大きい。まあ、これらの課題があろうかと思います。 まあ、この対応方法としては、あまあ、生息のです、ね、多い、少ないにかかわらず、えー、事前に防げる被害にはあ対策を実施する、えー。被害が発生した場合は、あ被害をです、ね最,小限えー、最小限に食い止める現場対応が必要です。でえー、さらに、えー、事前対応の徹底化、まあ。この事前対応の徹底化というのを、ね、生息、出没状況。 各地で出没状況とかモニタリングをされていると思うんですが、えー、この把握が非常に、えー、重要ですで、えー。被害発生についてはあ迅速な対応ができるようにです、ねえー、対応方針、対応内容、対応者を定めておくということが必要になってきます。でえー、行政官の 役割分担と連携体制なんですが、えーまあ、都道府県ですね、都道府県については、えー、生息と被害に関するモニタリング、えー、対応方法と関係機関のお役割分担、えー、協力体制の構築、えー、対応技術、対応実施の支援等が考えられます。でえー、については えー、被害防止対策のための情報収集ですね情報収集と住民に対する正確な情報の周知、えー、事前対応、まあ、有引物の管理ですとかさまざ、あ、まなことが考えられると思いますが、えー、地域との合意形成と対策の実施あと、許認可ですね県が許認可を持っているところもあると思うんですがあ、まあ、多くは市町村に移譲されていると思います。えー まあ、捕獲のお巨人化事務、出没に対する対応等が考えられると思います。まあ、あ都道府県と市町村というのはですね、えーまあ、対応の技術の実施や支援というのにですね、非常に密接に、えー、関わっていく、えー、現場での連携が必要になってくるかと思います。えーまあ、これらのことを対してですね、国に、国は 総合的に、えー、モニタリングデータを蓄積してですね分析をして、えー、各地域の特徴とかあそういうのを示していかなければいけないというふうに考えています。で、えーまあ、ここには当然研究機関も絡んでくると思うんですが熊、まあ、類の現場対応の技術支援というのもですね、えーまあ、各地域の情報を的確に情報提供していくというのはです、ね、国の役割なんじゃないかなというふうに考えています。 で、えー、まあ、保護管理の基本的な考え方や進め方っていうのはですね、えー、まあ、環境省が特定長寿保護管理計画の策定のためのガイドラインを2028 20年に改定されています。で、えー、さらに、えー、今年の3月にですね、えー、熊類の出没対応についてはですね、熊類の出没対応マニュアルの改定版があ出されました。 えーまあ、これ非常に中身がです、ねえー、現場に即した内容だというふうに、えー、見て、えー、感じました、なので、えー、この出没対応マニュアルはです、ね、ぜひ皆さん、まあ、見られた方がほとんどかと思うんですが、あーまあ、今一度です、ねえー、読まれれば非常に役に立つんじゃないかなというふうに思います。 で、えー、この出没対応マニュアルの中にですね、秋田県の事例が紹介をされています。ちょっとここで、えー、紹介、あの、改めて紹介をしたいんですけど、えー、熊出没対応の機上訓練というところで、えーまあ、仮のですね、状況設定を行って、えー、関係機関の役割とかですね、連携、現場での動き方をですね、えー、一連の 流れを確認をされます。えーまあ、初動で、ね、通報から各方への連絡、現地集合まで,まで、現地での熊の発見まで、えー、熊発見から事態収集までの3段階でシミュレーションをされている。で、このマニュアルにはですね、あるシミュレーションの例が出ています、えー。状況設定としては、午前7時に支援学校職員が出勤してきたところ、裏庭の駐車場で熊を目撃をされた。 で、熊は校舎を裏に向かったけど、どこに入り込んだかは怖くて確認できなくて、支援学校から警察へ通報されたというシミュレーション。なので、この関係機関ですね、警察、県、市町、療育園さんといろんな関係機関が集まって、このシミュレーションをもとに、この3段階のですね、こういう場合どうしますかという議論をされると。 これ非常に、あのー、私いい訓練かなというふうに思います。こういう非常の訓練をしてですね、実際まあこのようなあ、このままの状況設定はまずないんですけど、まあ、こういうシミュレーションをしておけばですね、えー、いざという時にはですね、非常に動きが、あー連携取れた動きができるんじゃないかなと思います。で例えばあ、ちょっと思いつくままに私書いてみましたけど、 例えば、今日の10時に熊が庭を歩いているのをですね、家の中から家の人が見たと。でえずっと熊を見ていたら、米を保管している倉庫に入ったというので,で、すねえ、住民から市町の担当者に通報があったと。ちょっと皆さん、これ、イメージをしてみてください。えー、夜10時に、えー、住民の方から熊が入ったというです、ね、通報があった場合に、えー、どう対応するか。 あと、日曜日にク、ねえー、熊があ,、まあ、ある町の駅で目撃されたというものがです、ねえー、市役所の、まあ、日曜日ですので担当は当然、えー、おられない場合が多いと思います。宿直の方に通報があったあとお、まあ、月曜日の小学校ですね、えーまあ、授業も開始された9時10分にですね、熊が校庭内に出没したと。で熊があ木に籠城している。 いうのでですね、そういう連絡があった場合、まあ、いろんな状況設定が考えられると思います。ただ、あークマの出没はです、ね、このようにいつあるか分かりません、えー。夜間、早朝、休日ですね。なので、そのシミュレーションもです、ね、平日、誰もが対応できるというシミュレーションではなくて、えー、あらゆる可能性を考えたあ連携の体制の構築、シミュレーションがあ必要かと思います。 でえーまあ、例えば、このお5月28日の10時に熊が歩いたと。夜なので、えー、見たんだけど、実際熊かどうかというところはあの、はてながつくと思います。あと、10時なので、えー、重機での対応ができない。で、実際熊であって、えー、重機を対応する、重機での対応しかないとなったときは、やはり。あの おまあ、警察官の指示のもと軽食法を用いてですねそういう指示を仰かないといけないでそういう状況がなければあ朝まで様子を見るということになったらあ誰が朝までずっと見張っておくのかというですねいろんな状況があ考えられるかと思います。で、えー 各県各市町でですね熊、えーまあの出没対応の連絡体制の要領とかですね、えー、対応図熊、えー、出没対応関係者の対応ルールいろんな恐らく何かしら策定をされているのではないのかなと思います、まあ、この要領ルールをですね作ったことに、えー、満足するということではなくてですね、えーまあ、このマニュアル 容量がですね、えー、機能的に動く体制を作っていかないといけないとことが必要かと思います。で、えー、ちょっとスボ対応についてですね、えー、ちょっと島根県の事例を踏まえながらなんですけど、おまあ、島根県はですね、えー、長寿専門指導員を各地域事務所に配置をしております。 でえーまあ、この長寿専門指導員はです、ね、えーまあ、地域密着してです、ね、えーまあ、現場対応、被害対応、捕学対応等です、ね、えーまあ、現場を駆け回って、えー、いるんですけど、例えば、クマの出没がありましたというとです、ねえー、大体流れ的には、あ島町の役場に連絡が行って、えー、県の事務所に行って、えーまあ、一緒に現場に行くというようなあ島根県ではこういう流れ、えー、です。 で現場に着いたら、ですね出没要因の検証、電気柵の設置が必要であれば、電気柵の設置指導、遊園物の提供指導等があります。えー、例えばこれ、えー、壁の中にですね蜂の蜜蜂がぎっしり蜂をあの巣をしてて、えー、この時も、こ、え、れ、ー、のおばあちゃんがこう一人で住んでて、夜中、ですねばりばり家が壊される音がすると。 で、窓を開けたら熊と目が合ってしまう。非常に、えー、危険な状況です。でえー、まあ、幸い事故には繋がらなかったんですが、あまあ、そう起きてみたらこういう状況になっていたとで、えー、これまだ蜂蜜が残っうー。巣が残ってるので、これ放置をしとくとですね。これがなくなるまで。熊は執着。 しか、えー、通い続けてしまうので、この有園物を取らないといけない状況になります。で、市、え、町、ーまあの担当者さんとですね、えー、専門指導員一緒になってですね、有、え、園、ー、物の状況を行ってい,るいます。で、えーすませんえー、市町村とのですね、えー、連携なんですけど、すみません、これかぶってますか。あ 現場対応時は、大体市町村の担当者と一緒に行って、情報を共有することが多いです。でそうすると、ですね市町村も当然移動があるので、市町村担当者、あの移動ごとに専門員がつい一緒に現場対応することで、ですね市町村の被害対策技術の向上につながっているというふうに思っています。 えー、例えば、ある町ではですね、1年目の担当者と専門員が1年間熊熊の現場に行ってですね、いろいろ対策を通してですね、えー、2年目にはあ被害が出たので電気柵を巻いておきましたというふうにですね、そういうふうな状況にも変わってくる町、市もあります。なので、えー、こういう市町村との連携ですね、えー というのは非常に現場では重要かと思います。あと、捕獲があった場合ですね、捕獲も、島地に連絡があって、県にあって、現場出動して、現場対応をしていきます。で、錯誤捕獲、有害捕獲等ですね、県市、研究機関を含めてですね、対応していくと。 うんまあ、先ほども言ったように土日、まあはですね、まあ土曜日、日曜日は休んではくれないので、土日、祝日関係ありません。なので、えー、土日、祝日についてはです、ね、当番制で対応をしております。 で、えー、ちょっと事例、具体的な事例なんですけど、これ、柵誤捕獲でですね、えーまあ、自力脱出というか、クマが逃げてしまったあ事例です。ちょっと古いんですけど、えー、2015年、えー、7月5日ですね、えー、日曜日の7時半ぐらいに、えー、まずは罠の所有者のですね弟さんが第一発見、柵誤捕獲の第一発見者で、ク、え、マ、ーまあ、がかかっているというのでですね、えー 広域交番に、えー、いきなり電話をされたと。で、当時私、えー、センターにいましたので、交番からですねセンターに連絡がかかってきて、私につな、えー、がりました。で、私も状況が分からなかったので、えー、その管内のですね、鳥獣専門指導員に、えー、連絡をして、えーま、県出先機関、市町担当者というふうにですね、えー、連絡をしていって、対応を。 をしましたで夕方であったために、えーまあ、その場はですね先う、現場に行かずですね、脱出口とロックの有無ですね、があ脱出口がないかということとお、ロックがきちっとされているかで、強度を確認してですね、対応は早朝するということで、関係機関で決定をしました。 で、えー、次の日ですね、えー、早朝に現場到着をして、えーまあ、檻が倒されていたけども、壊れていなかったとで。この時点では、あまあ、熊はまだ檻の中にいた状態ですね。で、えー、20分後にですね、えーまあ、バックアップハンターさんとですね、専門医が現場に向かったところですね、えー、溶接が剥がれていて、えー、熊が脱出していたという状況でした。これが、 えー、転がってですここで、えー、熊があ、まあ、自力で逃げたので、えーまあ、どうしようかということですね状況的にはあ大きなあ国道が走っているところです。で、えーまあ、山続きでこのお山の中でイノシオの罠に熊がかかってしまったんですけど 拡大するとです、ね、やはり、えーまあ、民家もです、ねえー、非常に多くあるような地域で学校も近くにあります。でえー、脱出後です、ね、すぐ猟友会、警察、市役所、県で,です、ね、協議をしまして、えー、周辺地域と学校への注意喚起の連絡、警察は直ちにパトロールを実施をされています。でえー、県市もです、ね、パトロール に加わって、えー、登校投稿はあ、何もありませんでした。で、えー、下校時間とですね、えー、次の日の登下校にですね、市役所県がパトロールをするということを確認をして、えー、この現場対応を行いました。 あとお、事例2でですね、えー、住宅密集地でのお出発です。えー、これ、昨年なんですけどお、この1番ですね、10月29日の8時55分に目撃があって、えー、8時にあって、えー、3番、4番、5番とですね、えーまあ、夜、夕方から夜にかけて、 出没があったとこの5番のところですね、ここにですね、えーまあ、熊がずっとこの岩の上に籠城、えー、している状況です。で、これ、まあ、これ民家なんですけど、本当民家のお敷地内のここでですね、熊がずっと夜中いたというようなあ状況でですね、えー、でした。で、見てもらうと、まあ、ずっとですね、これ住宅が密集しててですね、まあ、ここをずっと熊が。 動き回ると非常に危険というかですね対応が難しい現場かと思います。で熊の出没は10月29日から11月1日まで続いたんですがあったんですが目撃はあったんですけど10月29日第1の目撃があった時にですね、ま 市,を市が主導になってですね、えー、市の担当課より、えー、対象庁内への行政連絡さんへ注意喚起を依頼されて、えー、市の広報者で注意喚起、えー、市と警察で、えー、目撃周辺のパトロール、えー、防災メールでの注意喚起がされましたで、えー。次の日ですね、対策会議が開かれて、えーま、市の担当関係 あの担当課、防災課、えー、教育課等ですね、あと県警察領有会で対策会を開きまして、まあ、パトロールの時間帯、時間対応者の確認、あと周知方法の確認、えー、当然、もうこれは捕獲に移るので、えーまあ、捕獲をどこに置くかというようなですね対策会が開かれて、 えー、対策会議の後に、えー、捕獲おりを2機設置、えー、次の日にはおりをもう1回設置されています。でえーまあ、最終的に捕獲はなかったんですが、11月5日の時点で,です、ねえー、数日間目撃がないということ、あと、クマが周辺にすでにいないということをです、ね、関係機関で予想して、えー、捕獲おりを設置した周辺の山です、ね、を調査しています。 えーまあ、熊が、まあ、この山にはあ潜んでいないということを確認をしてですね、パトロール体制を解除をしております。えーまあ、これも夜でですね、えー、市が主導になって、えー、対応して、えー、関係機関と連携して、えーまあ、対応していったというようなところでですね、こういう住宅密集地に出た場合の対応ですね。 やはりこれはちょっと繰り返しになるんですけど、機上の訓練というのがですね、実際出た時には非常に役立ってくるのかなというふうに考えております。で、まあ、関係機関との連携、最後、人身事故なんですけど、まあ、初動対応としては、ですね一方受けた関係機関、これがですね、市なのか、警察なのか、県なのか。 おそらく被害、加害者の方はどこに連絡をされるか、多分、うん、まあ、市が多いのかもしれないんですが、分からないと思います。なので、連絡があれば、関係機関相互に連絡をして、えー、現場へ急行する体制整備が必要です。でえーまあ、あ例えば、県事務所にはです、ね、連絡員を、まあ、相互の関係機関の連絡員を配置する。 えーまあ、状況によってはですね、隣接する市町や県の出先事務所にも対応依頼が必要かと思います。で、えー、現場到着されて、これ、いろんな各県があの人身事故についてはマニュアルと作っておられると思うんですけど、おまずは被害者の対応、えー、で、えー、対応協議ですね、えーまあ、ここで対策本部が設置される場合もあるかと思います。で、えー、現場検証ですね、えー、これは熊の専門職員、専門家の立ち会いができ と一緒にできればですね、えー、次の人身被害が合わないために、えーまあ、詳細な現場検証、現場を評価してあの検証していくということは必要ですので、えー、この専門家の立ち会いはですね、えー、必要です。で、えー、捕獲許可、現場の調査ですね、で、有印物といろんな現場での対応があって、えーまあ、住民への えー、注意喚起ですね。優先放送とか、候補者への注意喚起、えー、近隣学校への周知ですね。えー、あと、マスコミの対応も考えておかなければなりません。なので、えー、各機関がですね、えー、窓口を決めて、えーまあ、対応するとですね、えーまあ、混乱は少ないのかなと思います。うん でまあ、発表パトロール、まああの、ちょっとこれはあ島根ではなくてです、ね、こういうことが考えられるんじゃないかなというふうに書いたんですけど、おまあ、これはあ各県の,です、ね、の状況に応じてです、ね、人身事故が起こった場合の対応マニュアルっていうのはです、ね、必要かと思います。 で、えーまあ、多様なあ連携を考えてみると、ですね、えー、ちょっと繰り返しになるんですけど、まあ、形式だけの連携、まあ、組織を作りました、あ会議を年に1回開きました、2回開きました、そういう形式的な連携ではあ、まあ、意味がないというふうに考えております。 被害現場で、えー、どう連携をしていくのか、あそのための体制をどう整えていくのかということがですね、必要ではないでしょうか。鳥、えー、類のです、鳥、え、獣、ー、類の被害対策、保護管理に現地でですね、専門的に対応できる人材の配置がですね、やはり、えー、多様な連携の鍵になるのではないかというふうに思っております。 えー、ただすぐ人材をつけるということもですね、えーまあ、いろんな状況もあるでしょうし、えー、できないと思うんですけどお、やはり人材育成というのはいろんなところで言われてますので、えー、やはりそういう人材を配置するというのはですね、えー、熊対応、鳥獣の被害管理を考えている上では非常に重要な部分だというふうに思います。 えー、ただいきなりそういうことはできないのでまずはできることから少しずつ実績を積み上げていってですねその地域にあった体制関係性を構築していくっていうことがですね、えー、重要かというふうに思います、えー、私の方はこれで説明を終わらせてもらいますご清聴ありがとうございました